一文グランプリのお時間が参りました。この企画は高校で学ぶ大学受験の英単語を印象的な例文とそれにまつわる滑らないであろう話を通して覚えていただこうという企画でございます。早速今日の最初の単語言ってみましょう。はい、ズイン、はい、ズイン。ちょうどいいタイミングだったんですよ、この単語やるの。前回の最後の単語覚えてますか？サインテーションでしたね。サインテーションとハイジーンは、日本語にしちゃえば同じなんです。実は衛生ですね、衛生状況の良い悪いの衛生でございますけども、2つの単語は何が違うのって、これ非常にコアな話ですね。僕も実を言うとこの単語あまり知らなかったんですよ、ね、ぶっちゃけますけども。サニテーションっていうのは公衆衛生なんですね。だからサナトリウムの話をしましたけども、あれも結核を、他の人に広めないために、療養所を設けたよっていうことで、他の人がね感染症にならないようにっていう公衆公的な意味を持っているのに対し、このハイジーンっていうのは個人の話なんですね。この人風呂入ってね、汚ねっていうのはハイジーンの方になるわけですね。てかまさしく例文のネタそれなんですけども、じゃあ行ってみましょう。 I was said to have bad hygiene because I hadn't taken a shower every day。 まずちょっとね、一つ誤解されないように言っておくと、これは過去の話です。過去言われてた、でもこれは本当過去の習慣なので、もう過去完了を使うことにしました。つまり今はちゃんと守ってますよ的なニュアンスも入っております。 Have bad hygiene が悪い衛生習慣を持っているってことになる。逆にいいのはもちろん Good hygiene ですけどね。で、 I hadn't taken a shower every day、まあ、毎日シャワーを浴びていなかったので、悪い衛生習慣を持っている、まあ、つまりあんた汚ねっていうことになるわけですね。こういう表現を、ちょっとします。そうなんですよね、小学生の頃ですね、小学生の時、シャワーを浴びていたのは月水金だけだったかな。小学3年生くらいまではそうでしたね。うーん、汚いです。週7日のうち3日しかシャワー浴びないのは本当に汚いです。まあそのせいか分かりませんけども、学校では例えば、朝礼終わったら筆箱開けてみたら何にも入ってないとかね。多分まあ僕はそういうちょっと汚いやつだと思われて、そういう扱いをされてしまうくらい良くなかったんだと思いますね。でもある時に、まあ、これはあの別にいじめっ子じゃなくて、多分僕と同じスクールカーストのまあ底辺にいる子かな、いやお願いだから毎日シャワーは浴びてみたいな、お願いだからって、なんか出川さんみたいですけどね。そうね、でそれ以来、ちゃんとシャワーを浴びることにしてます。もちろん今は逆にシャワーを浴びないと気持ち悪いです。ね、ということで、絶対にシャワーは毎日浴びましょう。いくら疲れていたとしても、朝起きたらシャワーを浴びましょう。まあ僕はね夜浴びるんですけどね、夜浴びてそのまま寝るタイプです。はい。じゃあ次の単語に行きましょう。チャララ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 ラ、サイコロジー、サイコロジー、サイコロです。関係ありません、サイコロはダイスですね。このサイコってね、言葉を聞くと、あーこいつサイコパスだみたいなね。サイコパスっていう単語ももちろんあります。PATH最後の方になるんですけども、これはまあ精神的に病んでるみたいな、そういうニュアンスなので、まあ軽々しく使うような単語ではないねって話でございますね。このサイコっていう接頭辞に、心のっていう感じのがあると思ってください。サイコロジーは心理学でございます。では例文をご覧ください。 Which does psychology belong to? Humanities or science?まあ、よくね、まず英語学習するとき最初に習う belong の扱いですよね。これ、現在進行形にしちゃいけませんよっていうところが、まあ、ミソになりますけども、psychology 心理学っていうのは果たして humanities に属するのか science に属するのか。まあ、humanities っていうのは文系、science っていうのは理系でございます。まあ、文系 humanities は、まあ、人文科学みたいなところでございますでしょうか。文系理系の表現知っておいてください。でね、心理学ってどっちになるんですかって質問、
答えは humanities なんだと思うんですが、心理学って言っても結局やっぱ脳科学とかいろいろ考えると理系の感じもありますよね。だから心理学って結構微妙なラインにあるのかなと思います。ちなみにね、僕高校の時分離選択で分離系って選択肢があってめちゃくちゃ惹かれたんですけども、ゴリゴリの理系じゃないなって自分で思ってたから、あ、分離系いいなと思いつつも、いや、東大目指す人はおそらく分離系はダメでしょう。ちゃんと理系にしないとね、理系文系は決めなきゃいけないんですけども、大学入ってからも結構文系の勉強とかできるので、大学に入ってから、文転するっていうのもありだと思うし、理系の知識を持った人がこの文系の心理学の分野に入ってくることによって得られる新たな知見っていうのもあると思うから、一つ心理学を考えている人でも理系に進むっていうのはありかもしれませんね。なかなか難しいんですけどもね。ちなみにね、分離系に行きたかったもう一つの理由としては、同級生の中で一番可愛いと思ってる子がね、そこにいたからそっちに行きたかったですっていうのもあるんですけどもねはいね、ちょっと変態ですね。じゃあ次の単語に行きましょう。 explode EX っていう単語がつくと外にって感じでございますよね。今回この単語は爆発するって意味でございますけども、爆発っていうのも結局外にね、物質バーって、放出されていくわけですよ、ね、バーンって、そういうイメージでね、体で覚える英単語といえばいいでしょうか。 explode 爆発する。じゃあ例文をご覧ください。 My friend was often exploded by his other friends. 私の友達はよく他の友達によって爆発させられていました。いじめではありません。これはジョークです、まあ、なんでこういうジョークがね飛び交ったかっていうと、まあ、僕のその友達はちょっと頭が、大泉洋さんみたいなテンパなんですね合ってるね、まあ、テンパってことはつまりチリチリっていうか、まあそういう感じで、まあ爆発した感じだよね、だから結構ジョークでね爆発させられたことになってるわけなんですよ。でね、ちょっとした高校時代のね、友達の悪ふざけじゃないね、ジョークね、このジョークのねちょっとささやかな喜びっていうのを感じましたのでね、僕はね、なかなかそういう人の容姿いじりとかあんまりしたくないタイプなんですよ。ね、だから僕はそういういじりとかあんまりしなくて、結構真面目に、まあ、そのことはね、話すタイプでございましたが、その子からはよくジュースをおごってよって言われてましたね。ずっとジュースをおごってよって言われ続けて、結局おごってません。ね、まあ、僕は多分高い食べ物を食べたって自慢話ばっかりするから、多分その流れで、ジュースおごってよとか、ね、そういうことになりますね。あと、まあ僕はその高いものを食べた時に、そのまあうまい棒に換算したら何本分だねとかってよく言われましたね5000円うまい棒500本分だねとかね、フレンチってうまい棒500本分なんだねとかねそういうこともあったりします。そんな僕の友人も今は大企業の社員、一方で僕は YouTuber として先行きの見えない、当たったらものすごいことになる活動をやっておりますね。果たしてどっちがいいんでしょうか。まあそれは人それぞれだと思いますけどもね。次の単語に行きましょう。Transaction。これもね、ちょっとニッチな単語かなという気はしますね。取引っていう意味でございますけども、まあ、トレードと何が違うかというと、トレードっていうのはなんか貿易っていう意味もあるじゃないですか。だから結構そういうなんか国と国の間のやり取りみたいな、取引みたいなことがトレードになるわけです。トランザクションはもうちょっとなんかそう、ないないって言いますかね、国と国をまたがないようなそんな感じの取引はトランザクションの方が、適してるんじゃないかなと思います。で、まあ、もっとより身近な取引って単語もあるんですけども、エクスチェンジがいいのかな、ね、で今回の例文は、まあ、正直言うとエクスチェンジでも良かったんだけども、あえてトランザクションを使ってみました。ご覧ください。I didn't know the rule of picture transaction, so maybe I rubbed a card of Kyunko. 文が長いですね、説明していきましょう。まあ、ルールを知りませんでした。picture transaction。まあ、これはね、生写真の取引だと思ってください。で、まあ、maybe I rubbed
っていうのは強奪するなんですね。キョンコのカード、まあ、キョンコの写真を強奪してしまったかもしれない。何の話やねんと思うんですけども、まあ、まずこのピクチャートランザクション、これがね、まあ、エクスチェンジの方が良かったんじゃないかなって話もちょっとさせてください。アイドルの生写真を、まあ、結構交換すること多いんですね。アイドルの生写真って5枚1組で買って、まあ、坂道の場合ですけどもね、で中身ランダムなんですね。自分の推しメンの写真が欲しかったらちょっとなんか交換持ちかけるんです。でそういうの握手会とかでやるんですね。で、まあ生写真のね、まあ交換ってことになるからエクスチェンジでもいいんじゃないかなとは正直思ったわけです。ただエクスチェンジっていうのは比較的柔らかい表現なのかなと思いますね。だから例えば友達同士で、あんたにジュースをおごってあげたから、あんたもお菓子をおごりなさいよみたいな、そういうようなね取引、これはエクスチェンジでいいと思うんです。ただ今回の場合、まあ同じアイドルのファンとはいえ知らない人で、まあ、しかももう全く知らない人なわけだから、エクスチェンジだとちょっと柔らかすぎるかなと思って、トランザクションっていうやや固めの表現を選んだって形でございます。正しいかどうかは分かりませんが、まあそんな感じで進めていきましょう。で、まあ生写真のこのトレードにはルールがあるわけですね。まあその生写真の相場ですよね。人気メンバーかそうじゃないかっていうところがまず一つ。で、あと同じ写真でもね、いろんな画角があるわけですよ。やっぱ一番貴重なのは寄りってやつで、もう顔ドアップね。もう見せましょうか。せっかくだから。で、ここにあります。まあ、今回の話に出てきたものではないんですけども、これがね、よりってやつでございます。でも、まあ、他にもこういう画角とかね、こういう画角のやつとか、まあ、こういう画角のやつとかね、このマナキ僕結構可愛いと思うんですけども、ね、こういうちょこんって座ってる感じのものもあったりするわけです。で、やっぱりね、こういうよりの写真が一番貴重なわけです。で、そのよりの中でも特に、人気メンバーであれば価値が高くなる。で、価値が高いってことはつまり、何かの写真1枚と、その価値のある写真1枚っていう関係にならないわけですよ。人気メンバー同士だったらそう1枚1枚でトレードが成立するんだけども、そこまで人気じゃないメンバーの、しかもよりじゃないような写真だったら、何枚か集めないと交換できない、そういう感じになっているのが生写真の取引の暗黙のルールでございます。まあ、もちろん公式に決まっているルールじゃないし、そもそも褒められた行為ではないので、まあ、そういうことを考えるとやはりやめた方がいいです、これはね。まあ、最近握手会とかなくてそういうファンの交流の場も減ってるから、今はそういうことあんまりしないとは思うんだけども、仮に握手会が復活して、物販とか行くときにはちょっと気をつけてほしいなっていうことなので、皆さん肝に銘じておいてください。僕はね、そうこの I love it、強奪してしまったって言ったのは、そのキョンコの写真がすごく価値が高いわけです。キョンコ人気メンバーだから、相場をよく分かんないかった結果、そこまで人気メンバーじゃないんだけども、たったその1枚で、あ、いいよあげるよみたいな感じになってしまったから、ちょっと申し訳なかったですっていうような例文でございました。ちなみに僕の持っているよりとりしてカトシもあります、ね、いやこれはあげないよくれぐれも生写真の取引は慎重に。ということで最後の単語に行きましょう。 Disclose Dis ってつけると打ち消しになりますね。何々ないってことになるわけです。 Close 閉めるなので閉めない、つまり開けるわけです。オープンにしちゃうわけです。暴露するっていう意味になるかなと思います。では例文を見ましょう。 I often disclose what make my parents inverse in 東大方程式。この what の使い方は大丈夫かな。まあ、what っていうのは関係代名詞みたいなのがあって、 the thing which、まあ、今回は the things which で、ここ3単元になっておりません。何回もしてるからってことなんですけどもね。私両親を当惑させる、恥ずかしめさせる、ことをよく暴露します、東大方程式でっていうことで。そう、東大方程式で結構僕変なこと言うじゃないですか。いや知らないよって話もあるかもしれないんですけども、そう結構ねそれでちょっと親を困らせてしまうことがあったよってことでございます。一番最近の回なんか本当に大問題って、3日くらい口聞けなかったです、うん、そんくらいちょっとね結構僕やばいこと言ってしまう。なんかあちこちオードリーでもね不用意発言禁止みたいな、それをね僕も守らなきゃいけないなっていうところでございますね。
まあ、ちなみになんですけども、僕結構めんどくさい人間ですが、そんなめんどくさい人間でも、文句を言わず愛してくれる方がいればそれはウェルカムでございますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ということでね、今回5単語やってまいりました。ね、ついにこの企画も10回目でございますね。滑らない話と言っときながら滑ってるような気もするんですけどもね。この企画なんですけども、ちょっとね、やっぱペースが遅いなと僕思いまして、高速計画っていうのを立てております。どういう感じでやるかっていうと、まあ、2日に分けて動画を上げさせていただきます。だから1日目に5単語、2日目に5単語ね。よく動画の間結構1日おきにね、動画上げてるんですけども、1分グランプリをやるときは、1日目2日目と連投する形になるわけですね。2日間連続で動画を上げようかなと思います。で、まあ、1本あたりが、今と同じ分量 5単語って形になっておりますので、まあちょっとね、これでペースを上げていこうかなと思います。まあそれでもね、間に合わないところはあるので、まあちょっと皆さんで個人で例文をやっていただくことになるかなと思うんですけども、僕の例文で良ければ参考にしていただけるといいかなと思います。高評価チャンネル登録して次の動画も楽しみにしててください。バイバイ。